ドリームキングダム、サリのモノクロールワールド。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送でお送りしております。また YouTube ライブでも同時に配信しております。放送中の映像を見ることができますので、 YouTube でシンガーソングライターサリと検索してぜひチェックしてみてくださいね。毎月第2金曜日18時半から19時はシンガーソングライター猫好きのサリが歌に込められたメッセージをお届けします。ということで皆さんこんばんは、始まりました、ドリームキングダムサリのモノクロームワールド、本日で33回目、はい、ゾロ目でございます。 なんか33で言ったら結構やってるのねあっという間に、で、今日は、ね、午前中すごいいっぱい雨降ってましたけど、私がねここラジオ局に向かうところ時はもうすっかり止んで、まあ湿気はねすごい感じましたけども、なんとか止んでねよかったと思いながらやってまいりましたが、また日曜日雨降るのかな、雨予報になってました。で日曜日ね、私路上ライブの予定だったので、あ雨かとねがっかりしてるんですけど、お出かけの予定だった方もね、あーって思ってるんじゃないでしょうか。でそうそう、なんかこの間もう暑い暑いってね、水曜日木曜日とかすごい暑かったんですけどね、今日はちょっと肌寒いくらいで、私ちょっと薄着で来てしまったものでねあさすがに寒いんやと思って、皆さんもね、なんかやっぱり今ね6月になったとはいえまだまだ寒い時もあるので、上着とねしまわないようにして持ち歩いたりしてくださいね。はい、そして私、5月の22日にねクラブチッター出演してまいりましたよ。ドリームキングダム16周年記念王子復活というイベントで、はい、トリオを務めさせていただいたんですけれども、とてもね皆さんがね盛り上がってくださったおかげで、素敵なね会場でライブもできて、無事ね楽しいイベントになったかなと思っております。でその日にねセカンドシングル発売したんですよ。セカンドシングル、私の無限スパイラルという曲なんですけれども、カップリング曲がザ・プリアですで、ね、もう以前からね大人気だった2曲をねセカンドシングルにしてみました。ね、無限スパイラルはロックな感じで、ザ・プリアデスはバラードの曲、まあ、星の曲なんですけどね、タイトル通り、まあ、そんなねもう対の曲、1曲目はうおーしてるし、2曲目はすごい穏やかだし、なんだこの高低差はくらいのね、聞いた人はね驚いたかもしれないんですけど、曲調の違いにね。でも実はこの番組になってるこのモノクロームワールドね、モノクロームってファーストシングルもロックで、でカップリング曲の辛いって曲はまたバラードなんですよね。まあミドルバラードですけど、まあそれもやっぱり高低差はありますよね。まあ、ただモノクロームと辛いはなんかなんとなくなんか馴染んでるなとは思ってますすごい馴染んでるなと思ったんですけど、ちょっとね無限スパイラルとザ・プリアデスはこれ馴染んでるのか大丈夫なのかって心配しながらジャケットをデザインしたら、まあぴったりだったんですよねあれ無限スパイラルとザ・プリアデスってすっごあれなんか相性ぴったりだなみたいな、この2曲を合わせたイメージでねジャケットデザインしたんですけど、すごいいい感じにまとまったと。ぜひね CD まだゲットしてない方、ぜひ私ジャケットデザインをしたのでチェックしてみてください、ね、ちなみに CD はね222枚を、目標とします。実際に、ね、生産はもっとしてるんですよ。もう家の中に山ほど CD はあるんですけど、まあまず今年中ににゃんにゃんにゃん枚を、目標としてます。今年中ね今年中だから、今年あと半年だけど、まあそれだから、まあ引き続き路上ライブも続けていくし、ライブも結構ねお誘いあるのでね、どんどん出ていこうかなと思ってますよ。にゃんにゃんにゃん舞ね、手がいいことあんないけどにゃんにゃんにゃん舞ね、はいはい。それでザ・プレアデスじゃない、無限スパイラルの方はどんな曲なのかというと、皆さんで、ね、日々生きている中で理不尽感じることないですか？理不尽なん、それえみたいな、なんかジャイアンで言うさ、お前ん俺のものは俺のもの、お前のものは俺のものみたいなそんなやつが日常さ判事だなと思って、でそんなね
理不尽たち理不尽に立ち向かってるんだか立ち向かってるんだか受け流してるんだかっていう曲なんですけど、まあ悩み事はですね、悩んでても結局解決しないのでね、まあ悩むよりはちょっとね前に進んでいこうよっていうような曲でございますよ。それではですね、今日はせっかくなので発売したばかりのセカンドシングル、なぜザプリアリスが出てくる無限スパイル、皆さんにお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。そろそろフェードアウトでお願いします。はい、お聞きいただいたのはサリのセカンドシングル表題曲の無限スパイラルでした。かっこいい曲でしょでしょってね、ロックな感じで仕上がってあります。はい、それでは、お便りいただいてますので、お便りを読ませていただきますね。ラジオネームマルポチャニャンコのデップちゃん、サニちゃんこんばんは。クラブチッタのライブイベントでチケット目標達成とセカンドシングル CD 発売、その後のライブイベントでも初見さんに CD を購入してもらえるなど嬉しいことが続いているようなので、このまま勢いが続いて11月のバースデーライブまで駆け抜けましょうと。ありがとうございます。あ、応援のメッセージありがとうございます。そうなの、最近なんか今までは台湾ライブ出た時に CD1 枚も出なかったんですけど、最近はなんか1回のライブで1枚は出ててすごい嬉しいんですよね。なんか多分ですけど、私今年からね運気がすごい良くなってるのね占いは好きなんですけど、なんかね占い的にもそうなの、運気が良いのよ良いのよって言って、でこのままねバースデーライブまでね猫ダッシュしていきますよ、タタタタって言って。続いて、ラジオネームタカカッコ神奈川さん、サリちゃんこんばんは。先日のクラブチッタでのライブお疲れ様でした。普段とは違う豪華で迫力のあるサウンドにサリちゃんの歌声がマッチしてとても楽しめました。新しい衣装もかっこよかったです。サリちゃんのセンスの良さが光っておりました。そして待ちに待ったセカンドシングルの無限スパイラルの CD 毎日聴いております。ありがとう。いつかモノクロームみたいにカラオケで歌える日が来ると良いな。さて関東も梅雨入りしましたな。雨といえば思い浮かぶ曲って何ですか？よかったら教えてください。ではまたと。ありがとうございます。そうね、モノクローム、まあ私が作った音源バージョンなんですけど、このラジオで流れてるあのモノクロームではなくて、そのモノクロームの元となった私が音源を作ったバージョンがカラオケに入っているんですよ、モノクロームね。で、まあ、メロディーは一緒だし曲の長さもほぼほぼ一緒だから、皆さんぜひジョイサウンド行った際にはモノクローム歌ってみてください。そして、雨といえば思い浮かぶ曲ですか？私ラルカンシエルさんの曲だとシンキングザレインですね。あのなんか雨だけどねちょっとね楽しそうな曲なんですよ。であとは世界の終わりさんのレイン、あとはユイさんのレインねもう結構ね好きな曲がいっぱいあるんですけど、で自分の曲は心雨模様ね、心雨模様があります。皆さんはどんな雨の曲ありますかね。では続いて最後かな、最後のお便りいきます。ラジオネーム S さんかっこ犬派さん、
20万再生 M ステ詳細が気になります。すごい短文でパンパンパンってきた。一個ずつ、言いますね。20万回再生されたのは、私が、マイファーストストーリーさんのアイマーメスって曲をカバーしたんですよ。ポケカラというアプリケーションで。そしたら、なんか、20万6千回ぐらい再生されてて、人間そんなにいるのって思ったくらい、すごい再生されてるんですよ。多分、一人の人が何回も聞いてんのかなかな、まあ、一人の人が20万も聞いてるわけじゃないんですけど。なんかね、通知がすごかったのよ。もう、この人が聞きました、聞きました、聞きましたっていうのが山ほど来てて、すごいびっくりしました。ぜひね、まだ聞いてない人、その、私がカバーしたマイファーストストーリーさんのアイマメス、ね、聞いてみてください。なんか、みんなが聞くってことは多分いいんじゃないいいんじゃないちょっと自分としてはね、どこがいいのかわからないけど、ちょっとオリジナル曲出てきちゃったちょっとオリジナル曲のパウダースノーの歌詞を言ってしまったそう、自分ではちょっとわかんないんだけどね。そう、なんかそれがいっぱい再生されてる。で、M ステっていうのは、ミュージックステーションで私出たいって夢を語ってたんですけどね。ついに、なんか変な形で叶った。変な形で叶ったんですよ。まあ、本来であれば歌で、まあ、出たいんですけど、歌じゃなくてね、なんか、喋りだけで出てるっていう、皆さん、まあ、わかると思うんですけど、インタビューあるじゃないですか、インタビュー。あれに出てるんですね。で、なんということか、私ガチガチに断層してる時にそのインタビュー受けて、まあどうせ使われないだろうっていう気持ちで、インタビューする側もちょっと使われるかは分かんないんですけどって言ってて、で、まあそういうの使われないからって聞いてたから、まあ楽しいから何答えだけ答えるかと思ってたら、まさかのね、お友達と一緒に写ってました。ボイストレーナーのお友達とね、一緒に写ってるんですけどびっくりしちゃった。あれびっくり、本当にびっくりした。ちょっといかつい格好してるからね、誰も分かんなかったあれなんか友達、ボイストレーナーの子の方は気づくんですけど、私全然気づかれなくて、まあそりゃそうなんですけど、いかついからすごいいかつい格好してたからはい、もしね、録画してて見返せるよって方はね、6月のいつだったかな、6月の2日の放送のミュージックセッションにチラッと出てるので、よかったら見てみてください。はい、ね、お便りありがとうございました。あ、なんかいろいろネタをね、ありがとうございます。で、まあ、その、まあ、季節の曲かなと思って、その雨の曲にしようかと考えたんですけど、まあ、先日ね、ライブ三昧だったんです。先週から今週にかけて、亀戸クロックっていうところでフリーライブがあったり、川口ショックオンでところでね、一曲だけゲストで出演させてもらったり、ザ・コアニズ2ってところで初めてホールでライブさせていただいたんですけどね。で、またソナコミっていう音楽番組に出演させていただいたりとか、もうイベント盛りだくさんだったんですけど、まあね、ザ・コアニズ2さんで歌ったその配信の映像、実は最近 YouTube に上げたんですけど、その何配信のチケットの買う際の参考になったらいいなと思って上げさせていただきました。こんなに画像綺麗なのねってびっくりしちゃって、なんかテレビ番組みたいな感じだったのよ。だからすごい感動したの私。いや、ホールってやっぱりいいのね。音響も見た目もね、すごいいいし、椅子もね、すごいね、いいなと思って見てたあれちょっと座ってみたかったねで、その中からね、その亀戸クロックで私唯一カバー曲だったのがあったんですよ。カメドクロックでバウンディさんの踊り子って曲カバーしました。で、そのバウンディさんの踊り子って曲を今日はね、弾き語りしようかなって思ってるんですけど、もう曲の詳細を言ってると時間ないから大丈夫かな。バウンディさんのその踊り子は、まあ、サビで回り出したあの子と僕の未来がって言ってるんで、まあ、主人公は男性なんですけど、であの子と僕の未来って言ってるから、まあまあ2人はちょっと別々の道を歩んでるわけですよね。で、やり直せたらって歌詞もあるから、まあちょっと後悔してんのかなって、別れ後悔しちゃって。で、2番の A メロで、あのね、私って急に一日は変わる、なんだって思ったんですけど、その主人公、僕の中で、まあ、脳内再生されてるそのあの子の声ですよ、きっと。で、
まあ、どうして私が好きなのって、あの子が自己肯定感低いタイプのタイプなのかなって、だから自己肯定感低い人なんだなと思って最初聞いて、よくよく見てみたら、多分その僕の方が自己肯定感低すぎて、まあ、そんな風になってんのかなって感じで、最後とか曲中にトゥルルルってあるんですけど、それ電話の音なのかなみたいな、その電話トゥルルって言うじゃないですか、トゥルルってあれと思って、でその踊り子って意味は、多分その曲自体もリズミカルっていうか、ベースがもうまず入りのベースからこうリズムがすごい心地いいんですよ。でなんか ゆったり踊るような、なんか綺麗な女性が踊ってるようなイメージのね、まあ実際にミュージックビデオは小松菜奈さんで本当に美しかったんですけど、そうで、まあそんな人生に踊らされてる自分は道化師みたいな意味で踊り子ってしてんのかなとか思ったんですよ。まあ全然違うかもしれないけど、私のね捉え方、まあそんな感じで、はい、私の解釈を言ったところで、バウンディさんの踊り子を、カバーさせていただきます。バウンディさんの踊り子をカバーさせていただきました。この曲コード進行はずっと一定なの、だから私楽曲のカバーするときコードが覚えられなくて困ってたんですけど、この曲だけはコードが一定だから、あのエイトさんの香水もずっと一定なんですけど、ありがてえありがてえって思ってカバーしております。でも単調になんないのがね、またすごいなって、バウンディさんのすごいなって思ってるところですよ。で、続いてね、そう、私昨日のツイートで今日のラジオでお知らせがあるにゃんよって言ってたんですよ。まあ多分だけど、普段ラジオ聞いてる方々、普段サリノと応援してくださってる方は、なんか多分あれやろってさ感づいてると思うんですが、ね、冒頭にお話ししましたクラブチッターでね、私あの目標を達成したらワンマンしたからワンマンやるにゃんってあの勝手に言ったんですよね。勝手に言ったあの社長とかプロデューサーとかのあの何いいよっていうのを得ずに、今年ワンマンやるにゃんって言ったんですね。はい、それがね、実現します11月の5日日曜日、私のブラスデーライブ決定しました。わーい。時間多分ね18時半とかじゃない場所に下北沢のブレスっていうところでやります。下北沢ブレス、なんとなんでそこにしたのかっていうと、私が初めてシンガーソングライターサリとして初めてライブに出たのがその箱なんですよ。一回戻んなきゃと思って初心に戻るのと、そこの箱ってまあそのビートルズさんのなんかイメージですごい内観も綺麗なのと映像も綺麗なのよ。今回去年のバースデーワンマンライブは配信やってないんですよ。でも今年は配信もやりたいと思って、絶対サリニャンの配信バースデーだったら見るでしょって言って、ね、遠方でなかなかあのライブに行けないって悲しんでる方もいらっしゃるのでって言って、今回は絶対配信したいと思って、で配信するなら絶対に画質が綺麗なとこがいいと思ったの。でブレスさんめちゃくちゃ綺麗なのよ、ここはいいと思って、だから私もう候補に速攻にあげたんですよね。でまあ、で席がね40席だっ
だから、まあ、それ売り切ろうと思ってます。今回11月5日のバースデーワンマンライブは席40席を売り切る、配信もいっぱい皆さんに届けられたらいいなって思ってますよ。はい、ということでね、11月の5日もワンマンライブまで、バースデーワンマンライブで7、8、9、10、11、あと5ヶ月ね、楽しみでやりますよ。で、今回は弾き語りでやります。今回はとか去年も弾き語りだったけど、今年も弾き語りで好き放題しますなんかね、そうそうそう、まあ、何バンドでもやりたかったんですけど、バンドでやるにはちょっと3月末までだかな4月末までに達成したらって言ってたんだけど、それは達成できなかったから、当日達成したからね、目標をね。だからそれまでにはできなかったから、まあ弾き語りっていうふうにしてます。まあ好き放題できるしね、弾き語りの方がね。で、なんとね、それだけじゃないんですよそれだけじゃないの、実は。11月5日のバースデーワンマンライブだけじゃないの、9月の7日の木曜日、なんとまたクラブチッタに出演することとなりました。すごい待って、こんな短期間にまた出るのと思って、来たーって来たってコメント入ってはい、クラブチッタに出るから今回もバンドで出ます。バースデーワンマンライブは弾き語り、クラブチッタはバンドで出るんで、またね、バンドで皆さんクラブチッタでね、楽しめるの。しかもね、また鳥なんですよドリームキングダム16周年記念王子全力投球ってタイトルでございます。で、チケットはね、そうだね、今月中には発売開始できるようになるかな。バースデーとクラブチッタね。で、そう、路上ライブも毎週やってるし、ライブも増えてくる予定だし、きっとどんどんね、早めにね、チケットをお届けできるようにね、していきたいなって思ってますよ。いや、本当にね、楽しみですよ。もう9月と11月ともね、皆さんメモした9月7日の木曜日で、また出番21時5分から21時半です。で、11月5日の日曜日は、まあ、ライブ自体は21時までに終わるから、私のバースデーワンマンライブはね、そんなに遅い、困るってことはないと思う。20時に終わるかな、物販含めて21時に終わると思うから、皆さんでぜひ、遊びに来ていただければと思います。はい。で、そう、まあ、今回その好き放題するとか弾き語りするとか言ってて、で、私このラジオでね、毎回弾き語りしてるじゃないですか。で、33回もやってると、あれ、オリジナル曲歌ってないやつないんじゃないって思ったんだけど、1曲あったの、歌ってないオリジナル曲が。あ、分かんない、歌ったかもしれないこれえ、一応過去 の進行表見て、寂しいって曲ね、334って書いて寂しいって曲、歌ってないなと思って選んだんだけど、歌ったかなちょっと不安になってるまあでも歌ってないと信じてね、334って書いて寂しいはね、まあ、ロックな感じの曲でございますよ。はい、今日のね、2曲目弾き語りは、寂しいお届けします。Thank you.
ございました。お届けしたのはサリのオリジナル曲の334字とか言って寂しいでございました。はい、こんなロックな感じの曲、アコロック系シンガーソングライターっていうかね、バシバシこれからもね作っていきたいなって思ってる。まあ作ったのこれ結構前だけどね。あ、すごい、もうあっという間にエンディングのモノクローム流れてしまった。早いね、早いね。私のね CD 購入やライブ情報とはホームページ、公式ホームページサリ 1107.com、 サリ 1107.com チェックしていただければと思います。この後またねすぐ武蔵小杉駅で路上ライブしていきますし、またビゴライブポケカラっていうね、あの配信も毎日配信してます。次回の放送日は7月の11日金曜日でございますね。ぜひ皆さん、次回の放送も聞いてくださいね。それでは最後はサリのモノクロームでお別れでございます。ドリームキングダムサリのモノクロームワード、また来月お会いしましょう。またにゃーん。ありがとうございました。